琉球新報、琉球新報、琉球新報、英語、琉球新報は、沖縄県を中心に発行されている、日刊新聞である。株式会社琉球新報社、琉球新報社、英語、ザ・琉球新報が発行している。琉球新報という名前の新聞社は1893年に、沖縄最初の新聞社として設立されたが、1940年に、 戦時統合によって消滅している。現在の琉球新報は1951年にウルマ新報を復元開大したもであり、法人としては別組織である。第一次琉球新報は首里出身の久信、高根町卿、大田町ふら、旧琉球王国の支配層によって創設。創刊目的に明言するように、日本に国民的に同化することを目指した。 当時の気流商人に牛耳られた沖縄社会を沖縄県人の手に取り戻すためには日本に同化する必要があると判断し、それが成功した結果、支配階級の帰還士と言われた。第四代一次、奈良原茂と共に沖縄の自由民権運動を率いたジャハラ・ノボールを弾圧した。社内の分裂も減ながら三種統合がなされた沖縄戦直前まで生き延びたのも、 経営者が資産家であったこと、また、検討局に妥協し、民権運動を弾圧するなど時代主義的な編集方針が幸いしたと言われる。1940年の新聞統制により、沖縄朝日新聞、沖縄日報と共に、沖縄新報に統合された。しかしながら、同紙は、沖縄戦ともに、新聞発行が不可能になり、1945年5月25日に、 配管した。戦後、在日米軍は、その準機関士として、ウルマ新報を、後に、ウルマ新報に、海大を新たに送還。社長には、島瀬、続いて、瀬永亀次郎と沖縄人民党と重なる人脈が、続いた。1952年、サンフランシスコ講和条約締結を祝って海大琉球新報の大事を復活させた。 第一次琉球新報との直接的な連続性はない。1969年には、労働組合のストライキ、春闘の影響で、約2週間新聞休刊したこともあった。1979年には、九州、沖縄地区発のカラー印刷を開始。さらに1981年には一面など、主要ページを全国主要地方紙として、 初めて連日カラー化に踏み切った。県内では、ライバル誌、沖縄タイムスとシェアを2分する。2005年3月期の売上構成は、新聞購読料が38%、広告料、収入37%、その他25%となっている。マスコットキャラクターは、りゅうちゃん。2009年3月より有観を廃止し、長官のみの発行となる。 それ以前からも1993年10月から第2土曜日が休館となっていた。これは週休2日制が定着したことを受けてのものである。社国ではその理由を広告需要の長期低迷と用紙代や印記代など資材高等による新聞制作コスト上昇と説明し、有館時間帯のニュース報道はインターネットを活用して速報体制を強化するとでいる。 なお、勇敢廃止は、大手紙、地方紙の別を問わず、全国的な流れとなっており、沖縄タイムスも、同時期に、勇敢廃止を行った。沖縄タイムスと同様、日米安全保障条約や、在日米軍、在中自衛隊の軍備増強について批判的である。2014年、流米修行条約160周年を記念した、特集記事で、琉球分は、国際法上、 不正であるとする日本の学者の主張を掲載した。中国の環球時報は同年8月1日、この件を報じた。2016年10月29日、機動隊員による土人発言を批判する社説において、差別発言を契機に自治権確立、さらに琉球独立の声すら高まりつつあるように思われる。独立論の高まりは日本対… 沖縄の対立をさらに深めることになるだろう。日米両政府は沖縄への差別政策をやめるべきだ。沖縄に基地を集中する構造的差別が続く限り、県民の分断、日本対沖縄の亀裂は埋まらないと述べた。同年11月16日、環球時報は、琉球は日本固有の領土とは言えない。琉球は独立国で中国が長く創始国だったが、 日本に占領された日本が琉球諸島を自国の領土にする目的で世界遺産登録を利用するなら戦後の国際秩序への挑戦だという内容の論文を掲載している。公安調査庁の内外情勢の解雇と展望平成27年度版のコラム琉球貴族未定論の提起拡大を狙う中国の中で琉球新報が琉球処分は国際法上 不正と題する日本人法学者の主張に関する記事を掲載した際には人民日報警視、環球時報が反応し関連記事を掲載する8月など中国側の関心は高く今後の沖縄関連の中国の動きには警戒を要する。と述べている。内外情勢の解雇と展望、平成29年度版では中国の大学やシンクタンクにより 南シナ海問題をめぐる対中方囲網を形成する目的で中国に有利な世論を形成し日本国内の分断を図る戦略的な狙いが潜んでいると記している。八重山日報編集長の中新城郎誠は琉球新報の報道は尖閣を狙う中国の国益と一致しており奇妙であると述べ公安庁の内外情勢の解雇と展望で 独立論に言及することがそもそも意であるとして、わざわざ琉球新報を名指しているのは、琉球新報は公安の情報収集あるいは監視対象となったという意味だろうか、と主張している。先週大学教授の山田健太は、2011年頃から政府及び保守系メディアによる沖縄メディアへの変更批判がなされるようになったと述べている。2015年に、 同氏が変更報道体質であると主張する沖縄県民により同氏の体質の是正の要求を目的とした琉球新報沖縄タイムスを正す県民国民の会が設立されている。運営代表委員のガナハ子は・ハマサコは米軍普天間飛行場同県議の安市の辺野古移設を新基地建設と煽るといった変更報道を批判している。桃田直樹は 琉球新報と沖縄タイムスについて、本当に間違った新聞だ。選挙の行方さえ、投開票の当日朝の意図的な報道で変えてしまう。おそらく朝日新聞は、沖縄の新聞は、羨ましいと思っていると批判している。2015年6月に、桃田の沖縄の2つの新聞は潰さないといけないという、発言に、朝日新聞や毎日新聞や東京新聞からも、 批判が出たことについて、沖縄西が怒るのは仕方ないが、それ以外の朝日、毎日、東京なども、共産。と批判したと、集団的自衛権の行使やと思ったと述べている。一連の批判について、桃田は憲法で言論の自由は認められている。私には、新聞社を潰す権力はない。朝日新聞や沖縄西が潰れて欲しいと思うのは、勝手だとしている。 産経新聞編集委員の宮本正氏は、沖縄で4年間生活して、地元市西、琉球新報、沖縄タイムスの紙面には、1年を通して、米軍基地反対を訴える記事が載らない日はない。他にもニュースはあるだろうに、と注文をつけたくなるほどだった。しかも、イデオロギーに支配されているのではないかと疑いたくなる記事が、いかに多いことか。東京時代、 一部新聞の変更報道に辟役したこともあったが、それ以上だった。変更報道というより、恣意的な世論操作ではないかという印象すら持った。と述べている。篠原明は、琉球新報にコラムを書こうとしたが、結局、掲載には至らなかった。基地反対派に、都合の悪い意見は載せてもらえない。また、沖縄の反対運動に、中国が関与しているのは、 米国政府の公式報告書に記載されていると批判している。産経新聞によると、沖縄の基地移設反対派とのトラブルとなった東村在住の会社経営者は、沖縄の地元紙にし、琉球新報と沖縄タイムスは、山城被告のスピーチは一面で大きく扱い、ガナハさんのスピーチは、琉球新報が目殺、沖縄タイムスは本当に小さい記事だったと批判している。 2015年2月22日、沖縄県名護市辺野古の米海兵隊基地、キャンプシュワブゲート前で、普天間基地返還統合のための工事に反対している。活動からが、米軍専用施設内に不法に侵入し2名が、刑事特別法反容疑で逮捕され、翌23日に送検、証拠隠滅や、逃走の恐れがないと判断され23日夜、釈放される事件があった。 これについて、琉球新報は24日の社説において、逮捕された、山城博次、沖縄平和運動センター議長の主張を取材した、上で、山城は、基地内の境界線を示す黄色い線に立っていただけだ、とし、県民大会を前にした、抗議行動への弾圧であと断じ、刑事特別法を逸脱した、人権弾圧、米軍による人権蹂躙などと強い言葉で批判した。 2015年3月9日、チャンネル桜沖縄支局キャスターの手、ドコンボギーは、米軍の監視カメラの動画を、ようつべに投稿した。動画には、マイクを持った山城が、黄色の境界線を越えて、基地警備員を挑発。侵入行為に対して警備員が駆け寄ったところで、活動からとの小競り合いが始まり、警備員に拘束されそうになった山城が一旦、 仲間によって助けられ引き戻されるという場面が何度か繰り返され、最終的に引きずられて拘束される様子が記録されている。さらに動画には、新聞記者と見られる腕章とスチルカメラを持った男性が2名映っており、揉み合いの際には、この2名も境界線を越えているが確認できる。現場周辺は活動カラーがテントを建てるなどして、路上を占拠した上、 工事関係車両出入りの通行妨害騒動や警察との小競り合いが頻発する状況で琉球新報記者が常駐して活動家目線で頻繁にツイッター配信していたチャンネル桜は記者が現場にいながら目撃者や米軍側の主張を掲載せずに事実と全く異なる内容を断定的に記事にしたが動画流出によって初めて明らかとなった本件は 報道機関としての社会的責任への廃範である、真意的報道、民意誘導、言論統制が改めて疑われる深刻な事案であると批判した。一方で、この動画公開について、琉球新報は、非公式なルートで不適切に公表されたとする、米軍の管理体制を問題視する記事を掲載した。その後、動画流出に関わった、米軍幹部は、処分を受けた。 これら一連の報道に対し、琉球新報、沖縄タイムスを正す、県民、国民の会は、琉球新報と沖縄タイムスに、報道被害はとっくに、社会の受任限度を超えているとし、理由説明を求める2016年2月23日付の公開質問状を送っている。同団体運営代表委員のガナハマサコは、誰が見ても逮捕されて、当たり前にもかかわらず、 琉球新報、沖縄タイムスは、不当逮捕だとキャンペーンを打ち、その後、不法侵入の様子を撮影した動画が、ネットなどで公開されると、動画が流出したことは、けしからんと問題をずらし批判したと批判している。編集局長の塩平義和は、国連人権理事会と同日の2015年9月21日に、同じ、建物内の国際連合ジュネーブ事務局で、 公開シンポジウムを開催し、沖縄県知事、オナガ有の目の前で、沖縄は、米国の領土でなれば、日本の領土でもありませんと発言し、その動画を公式に発表しているが、10月8日に、沖縄は、米国の領土でなければ、米国の植民地でもありませんの言い,い誤りであったと、公式、ウェブサトに、訂正文を掲載した。琉球新報、沖縄タイムスを正す。 県民、国民の会運営代表委員のガナハマサコは,は本当に間違えたのでしょうか。資料は英文、でも実際言ったのは日本語です。もし言い間違えたのだったら言い直すぐらいするはずです。恐ろしい発言です。そして日付に注目していただきたいのですが、訂正は10月8日です。発言したのは9月21日。動画が話題になり、 やばいということでアリバイ作りをしたと私は見ています。濃いイデオロギー思想の人たちが、我々が想像もつかないような方法で、我々が想像もつかないようなところに着々と持っていこうと、運動、工作しています。と批判している。株式会社琉球新報社、郵便番号900-8525沖縄県、那覇市泉崎一丁目10番地3号、 琉球新報雨くびる株式会社琉球新報開発株式会社新報発送株式会社沖縄グラフ社楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。